浩二さんこんにちは。あれ、萬田銀次郎のオープニング良かったじゃないですか。南で金貸しやらしてもらってもらってやつでしょ。あれね、なかなか似合ってましたよ。これからもやってください。あれ、オープニングでなかなかつかめるんじゃないですか。南の帝王というね、ことでちょうど大阪にもいらっしゃるし、なんか新しいタイトルないですかね。南の帝王じゃなくて北の帝王とかないですかね。東の帝王とかね。まあそんなことはね、さておいて、今回動画の方を拝見しましたけども、よかったですよ。あ、ちなみに URL をスマホでコピーする方法ありますんで、動画作ったんで見てくださいね。あの通りにやればできると思います。で、来年の目標は動画1000本ということなんですけども、まあ1000本ぐらいはいくと思いますんで、まあ1000本はね、通過点としてだいたい3000本いくつもりでやってもらえばいいんじゃないかなと思います。で、1000本目標にする時の、コツなんですけども、そのどのテーマでやっていこうかなっていう風な形でね、テーマをいくつか決めるといいんじゃないですかね。例えば、私がやってるみたいに、あの新生活保護っていうテーマでずっと生活保護のことばっかりをやるたびにこう語っていく動画、これ再生リストっていうのを作ってね、後で整理しやすくしてるんですけどね。まあ、それから速稼塾関連のは速稼塾っていうくくりでずっとやってますし、 FX のことは FX でずっとテーマでやってますしね。そういう風に一人の人がいろんな切り口で配信するときに、今日はこのタイトルでいきますとかね、今回はこのタイトルでやりますとか、そうするとすごくね、やりやすくなると思います。趣味のページでもいいと思いますよ。阪神タイガースについて語りますみたいなんで、毎回5分ぐらいのやつをずっとやっていくとかね。それから Q&A コーナーとか、あと対談シリーズってのもいいんじゃないですか。誰かと対談したところを動画でどんどん出していくとか、私でも全然対談ね、ズーム対談とかやらせてもらいますんで、よろしいんじゃないですかね。それから速稼塾の皆さんへ、ご挨拶みたいな感じで動画撮っていただけたら、私のチャンネルで紹介しますんで、チャンネル登録とか視聴者さん増えると思いますよ。だからそういうのをね、繰り返し繰り返しやっていきましょう。そうするとですね、動画1000本って言いますけども、一つのテーマで100個やるとしたら、10個のテーマでもう1000本って終わっちゃうんですよ。例えば一つのテーマね、今 FX とかなんとか言いましたけども、浩二さんのお住まいの近所の公園特集とかね、公園、ただ公園に行ってこの公園の思い出とかを語るとかね、あんな感じのやつとかね、それから過疎地とか限界集落について思うこととかをずっと毎回話していくとか、今週なんかあったエピソードとかね、昔見た映画で思い出深かったものとか、私はまあカンフー映画とかアクションが好きなんで、シルベスター・スタローンのランボーシリーズについて語るみたいなやつをずっとねやっていったりとかね、大草原の小さな家についてずっと語るをやっていったりとかするんですけどね、そういうのでもいいですし、あとね、買ってみたとかね、シリーズですね、なんか買ってみた、例えばボトルガムを買ってみたみたいな感じで、このボトルガムは毎日私噛んでるんですけども、なんとね7つの味があるんですと。で、これが580円のところ498円だったんですと。メーカーはロッテですみたいな感じで、ただただこれをね、バラ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 からってみて、中身をこう食べてみるとかね、そんな感じで、私今日菓子パンのコーナーもまたやってますからね、菓子パンのコーナー、そういう感じで何気ないものでも発信するネタになると思うんですよ。で、一番視聴者さんが喜ぶものにだん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 こう特化していくって形でね、進めていけばいいんじゃないでしょうかね。とにかく目標がね、ここで決まって発信するっていうのは素晴らしいことだと思いますんで、これからも引き続きよろしくお願いします。私は浩二さんのね、動画ね、こうやって見に行くわけなんですけども、やる気はすごく感じますんで、まだまだ伸びしろあると思いますからね。とりあえずチャンネル登録100人を目指していただいて、そして1000人、こちらをね、突破して、もうね、YouTuber として華々しく進んでいただきたいと思います。それでは今回は以上です。また帰りましたらね、動画の方アップしてみてください。失礼します。